学校から解放されて一人島を探検しに行くことにしました。面白い木ですね。南国の木なんですね。根っこがね、あんな風にね、何本もね広がっているんですね。まるで人の形ですよね。足がいっぱいあって、腕をねニョキって伸ばして、なんか面白い木ばっかりですよね。木の上の方にはココナッツがたくさん。子供たちはね、平気でね、登っていってね、取っちゃうんですよね。僕はね、登れませんでしたね。散歩していたら、また子供たちに捕まってしまいました。ワンちゃんもいますね。ワンちゃんと島の子供たち。みんな本当にニコニコするんだよね。ワンちゃんも近寄ってきて、ここは何なんですかね。配給用の米でしょうかね、何でしょうかね、ちょっと分かんないですけどね。ちょっとね、なんか廃墟みたいな感じになっておりますけどね。子供たちは裸足じゃないだろうね。なんかサンダルとかね履いてるんでしょうかね。でもワンちゃんとかね、なんか散らかってるところをね、あんなね平気で歩いちゃうんですね。なんかガラス片とか落ちてないか心配になっちゃいますけどね。こっちにも子供がいます。さっきと一緒ですね。島の子供たちでございます。ここはマーシャル諸島国。アイリングラップ鑑賞とも言います。2009年の1月でございます。お正月明け、新学期も始まった。学校の放課後っていう感じでしょうかね。みんなはしゃいで遊んでおります。草履を履いてるんだけど裸足になってね、無邪気に遊んでおります。ココナッツの実が落ちております。ワンちゃんも遊びに参加したいようでございます。きれいな海ですね。あっちがラグーンだね。桟橋でございます。ビカーシャレという対岸の島が見えます。向こうが概要でございます。下にカメラ向けた途端に黒いね、魚影がねたくさん映っておりましたね。魚影がね、いつまでもここにいたかったですよ。僕は本当にここは楽園です。僕も草履を履いてるようですね。
綺麗だな。気がついたら今僕はここにいた。僕が泊まっていた部屋ですね。こういうところに泊まっております。ベッドもちゃんとありました。マーシャル諸島国がどこにあるか分かりますか？日本から南東方向に行ったところでございます。グアムとハワイの間の日付変更線の日本側でたくさんの島があります。ほとんど干渉って言ってね、輪っか状の島になっております。今回はそのアイリンラプラプ干渉、アイリングラップ干渉にいます。空港からね、ブーシュっていうところに移動してホームステイして過ごしました。空港の入り口でね、そしてこちらがブーシュのところでございます。